周囲を突き板で覆われて、一見無材のように見えるように装飾された修正材修正材とは、断面寸法の小さい木材を接着剤で再構成して作られる木質材料である。構造用と造作用に分類され、主に建材やテーブルの天板などの家具素材として用いられる。強度や耐水性について厳格な規格、検査基準の下で品質管理される。 構造用のものと家具や内装などに使う造作用とでは一見した見た目が似ていても工学的な特性は異なる。近年、大断面修正材が学校建築物などの大型公共施設の梁などに用いられるようになった。また、木質構造では従来混乱とされていた曲線部材、大スパン加工などが実現可能となり、木質ドームなどが作られるようになった。 修正材の製造と利用は1930年代のアメリカで始まる。初期の修正材はカゼインを接着剤としたもので、当時の修正材を利用した建築物は2010年代でもウィスコンシン州の図書館などに残っている。日本では1950年代、ユリア樹脂を接着剤とした修正材を三井木材が利用をし始めたもの。 すでに完成後50年から70年経た建築物も,も存在する。断面寸法の小さい木材を人工的に乾燥する。ラミナ同士をフィンガージョイントと呼ばれる接合方法で縦方向につなぐ。フィンガージョイントの形状は構造用では接着剤が最も効果的に作用するように造作用では見た目の美しさを損なわないように配慮されている。 また、フィンガー部分を削り出すカッターや接着剤、接着技術は、より小さいフィンガーでも従来と、同等な接合強度が得られる、よう、年々改良が進められており、木造一般住宅の修正材で8ミリ、家具用の修正材では4ミリメートル程度まで短くなっている。フィンガー部の小型化は、おがくずとして捨てられる材の原料。 および切削に必要な電力の節約というメリットがある。縦方向に接合されたラミナの広い面に接着剤を塗布する。接着剤が塗布されたラミナを何枚か重ね、あるいは横に並べ圧力をかけて貼り合わせる。製造される修正剤のサイズにより3の工程は変わる。例えば、机やテーブルなどの天板に使われる造作用修正剤なら、 元々のラミナの厚みで十分なので、厚さを増やすために重ねる必要はなく、ラミナを長さ方向と幅方向に接着して必要な広さの板を得る。構造用修正材の製造においては、修正、接着される前に、グレーディングマシンと呼ばれる装置を用い、ヤング率によるラミナの等級区分が行われる。また、フィンガージョイント接合により立て継ぎされたラミナは、 ブルーフローだと呼ばれる装置を用いた試験を行い、強度の低いものは排除される。ヤング率の高いラミナは、異等級対象構成の場合、修正材の外装に使われる。なお、フィンガージョイントが普及する以前には、縦継ぎをする材同士を斜めに削ぎ落として、接着面積を増やしたスカーフジョイントが用いられていたが、フィンガージョイントと比較した場合、捨てられる材の量が多く、 また接着時の安定に手間がかかるので、現在、構造用修正材で、スカーフジョイントが使われることはない。スカーフジョイントは、家具などで曲線の部分を作るために使われることは、あるが、これは修正剤というファム用の素材を作るという、わけではなく、最終製品として、曲線や曲面を得るための意匠的な木材加工の例と見るべきである。なお、 大型の木造建築物に使われる湾曲修正材は汎用品ではなく個々の建築物のデザインに応じたオーダーメイドの製品であり、その形状に応じてラミナを斜めに削る場合もあるが、縦継ぎ部はフィンガージョイントである。乾燥によって細かく割れてしまった修正材木目が美しいアメリカ合衆国産の米末に、 強度の高い日本産の杉を貼り合わせるなどした移住種修正材をハイブリッド修正剤という。粘りのある米末を上下に配し、その間に国産杉を挟む構造になっている。材料を国産材、応力のあまりかからない部分にまで強度のあるラミナを使用した場合、単に原木からのぶとまりが落ちて不経済になるというだけではなく、出来上がった修正材が重くなる。 両材として作る場合、通常は上下対称に強度を分布させるが、湾曲修正材など斜めに力がかかることが、建築物の設計段階で分かっている場合には、力の向きに応じて非対称の構成をとることもある。なお、強度の計測で構造用修正材には不適と判断された材は、造作用など別の用途に転用される。幅萩修正パネルの一種である。 トライウッドパネル施行されたトライウッドパネルソリッドエッジドグラドパネル数センチの棒状板状の木材を横方向のみに接着することでパネル形状にしたものである特に材料にパイニア、タモ、カリン、オークなどを使用したものはその衣装性の良さからテーブルや家具等に多用されるパネルの垂直方向には接着剤の層が存在せず 木材と同じ透湿性、調湿性が得られる。杉を使ったものは床や天井に構造用合板の代わりに使用できるがサブロックサイズで1万円前後と非常に高価である。日本の林企画では修正材を引いたまたは昇格材等をその繊維方向を互いにほぼ平行にして厚さ、幅及び長さの方向に修正接着を施した。 一般材と定義し、製造条件や試験方法を規定している。ありがとうございます。